プロの戦記に異世界転移した僕が最強なのはベッドの上だけのようです。星さん。いい意味でタイトル詐欺漫画。主人公は異世界転生した人族の男。そいつが貴族の家の養子として育ったが、隣国が対立国家だということで戦争に駆り出されて、戦争の前線からシナリオが始まるというどちらかといえば信長の野望みたいな感じの内政戦争漫画。漫画が始まるとすぐに、人間至上主義のような宗教国家との防衛戦が始まり、内政が得意だと思われる主人公は、ミノタウロスとかハーフエルフといった黒人のような扱いを受けている奴らの人心を掌握して、エース級の敵を追い返すことに成功する。その時に主人公は片目を奪われてしまう。冒頭で、貴族として一騎打ちを所望すると言ってベイトしておいて不意打ちで倒すというシーンを入れることで、この主人公が合理的マンだということを読者に伝えるシーンの入れ方などがお上手。この防衛戦で評価を上げた主人公は、横領しているクズ貴族を粛清する手伝いをして、メインヒロイン2の貴族の権力者の娘に覚えめでたいということで、その領地の内政を始めつつ、ハーフエルフの娘とかの好感度を上げて色っぽいことをするという、鬼畜王ランスみたいな感じの信長の野望に色っぽいシーンもありますみたいな感じの漫画。一番初めのメインヒロイン1のハーフエルフが中古だったっていう説明が入るのだけど、その説明はいらないと思ったのぜ。わざわざする必要のないことはする必要はないよね、という話です。この漫画は内政がとてもよくできているし、シナリオもとても面白いのだが、作画担当が普通よりもちょっと上手いという程度のイケメソはある程度欠けるが、モンスターやおっさんとかになると画力不足が否めない感じの作画担当なので、アニメ化が厳しいと思われる。この漫画はハーレム候補の選定がどうもクロート臭いというか、ギャルゲーの手に輪ができていないというか、ハーレム候補が養殖された中古とか、旦那と死別した中古とかとてもクロート好みであり、メジャー路線を狙っておりません。店舗に新品の商品も、中古の商品も好きな商品が並べられるなら、よりニーズのある方、価値の高い方を店舗に並べるのが合理的だろうという合理化の権化みたいなうちらおまんじゅうにとっては、この手の漫画で中古がメインヒロインし始めるたびに、どうしてそんな非合理的なことをするのだろう？といつも疑問に思うのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル